中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第89回目の放送でございます。2021年も間もなく暮れようとしておりますので、今週来週と1年間を振り返るという回にしたいと思っています。で、今週は中川さんの音楽にまつわる、1年間を振り返りたいと思います。では早速いきますけれど、1月、ゆずの北川くん虹を歌うと、彼のバースデーライブの最後のアンコールだったから、僕のにたちの虹を歌ってくれました。ゆずにも虹という名曲があるんですけれど、それを差し置いて、僕たちの虹を歌ってくれたんですね。すごいじゃないですか。それから、1月から3月虹色カルテという、ドラマがありまして、そのドラマっていうのが、まあ、虹色カルテという名前にもちょっとあるんですけれど、裏テーマで僕たちの作った虹が使われたと。ずっとこう 毎回こう虹の一節がこう出るとか、あと主演の高畑充希さんが、倒れて、家で寝ている時に村人たちがこう集まって虹を歌うという、歌って励ますみたいなシーンがありましたね。なんとこれはもう3番まで歌ってましたね。すごい。最終回なんかはやっぱりもう虹をこうみんなで歌うという、そういうシーンもありまして、それから YouTube、 それに付随した YouTube で、主演の高畑充希さん、北村匠海さん、井浦新さん3人が虹を歌うというね、YouTube が流れましたけれど、4月半ばぐらいまで流れておりましたけど、最終的に、287万回の再生を記録しました、大変バズったってやつですね。2月になりますと、山野さと子さんの40周年記念が、僕の誕生日2月14日に行われまして、フィネルズで出演したんですけれど、この40周年ライブ用にですね、あの CD も作られて、その中に2曲僕の制作、僕の作った曲が収録されました。 Always Smile という山野さと子さんの作詞のものと、花を飾って虹を飾ってというこれ新澤俊彦の詞ですけど、それに曲をつけました。じゃあこれ Always Smile の方聞いていただきたいと思います。眩しい日差しに目を細めて深呼吸、気がつけば好きな歌打ちずさ、16日フジテレビ未来は僕らの歌の中という番組で、アンナ・ジ・エンドさんがやっぱり虹を歌ってくれておりました。虹の見えるラジオというアマゾンプライムの配信用のものがありまして、これの撮影がこの3月に始まっております。配信開始が4月だったかな。翼くんと中川が見えるラジオ風なことをやっておりましてですね、なかなか楽しい仕上がりになったと思います。今でも見られるよね。
小学館の連載はまた続いております、4月ですけれどマカロニ鉛筆という、今ね大変な勢いのバンドがありますけど、そこの服部くんというリーダーが、かつてトライアーの音楽で育ったというようなことをおっしゃってくれて、その、ことをミエルラジオの、番組で、放送いたしました。それをちょっと見ていただきたいと思います。皆さんはマカロニ鉛筆というバンドをご存知でしょうか。最近のメキメキと頭角を現している大注目のバンドなんでございますけれど、彼らがカウントダウン TV ライブという、番組に出演するその前の日ですね、そのバンドの中心メンバーであります服部くんが、このようなツイートしております。読みます。明日のカウントダウン TV ライブでご一緒するケロポンズには自分の音楽人生における大事な存在、トラヤ帽子店の元メンバー増田裕子さんが、個人的に感慨深い日です。あなたたちの歌で育ちました。本当です。大事な優しさを全部トラヤから教わりました、というツイートをしたんですね。ケロポンズが今日と共演できるということでこのようなツイートをしたんですけれど、その時の様子をですね、ポンちゃんがレポートしてくれます、のでこれを読みたいと思います。マッサンからも来たと思うけど素晴らしい青年だったよ。まっすぐでかっこよかった。出番前に楽屋に一人で来てくれて、僕山梨のポッポの家という保育園で育って、そこでトラヤ帽子での歌をたくさん歌ってて、初めの一歩世界中の子供たちが虹この指止まれ、たくさんの歌が本当に好きで、ちょっとマッサンに会えて顔がじわじわしてたと思う。だって本当に憧れの人に会っているんだなって感覚、おじいちゃんにとってのビートルズのメンバーの一人に会えたくらいの気持ちだったんじゃないかな。写真を撮るときに小さい声で猫猫猫のお医者さんって歌ってた心の熱いいい男の子でした。今朝彼があの名曲たちをいずれカバーしてくれたらすごくいいねとマッサンと話しました。なんか脈々と続く命のつながりみたいなものを感じて昨日は涙出ました。トラヤはに日本中の子供たちを育ててたんだなって、ルーツの中にトラヤがある子がたくさんいるんだよね。素晴らしい。おじいちゃんのラジオのことを、見えるラジオのことねを伝えたら、あ聞きます、どこで聞きますか、 YouTube で聞けるよって言ったら、あ絶対聞きますって言ってました。尊敬の念みたいなものを感じたよ、ポン。この番組を見てますでしょうか。非常に嬉しいですね。5月ですけれどパペッテリアという人形劇団の音楽を担当いたしまして、初めてだったんですけれどね、面白くて、なかなか上演する機会があんまりないんですけれど、コロナが明けたらぜひみんな見ていただきたいと思います。7月に、お化けの歌を依頼されまして、キングレコードから、お化けのフェスという歌を作りました。これ聞いてもらいましょうか。年に一度のお化けのフェスにようこそ。司会の狼男です。おお、今夜は待ちに待ってたお化けのフェスティバル、世界のお化けや妖怪集まるよ。満月輝く神秘つぶき、めちゃめちゃ素晴らしいショー。さあトップバッターは幽霊たちのようだる、どうぞ。幽霊幽霊ゆらゆら踊ります、幽霊幽霊恨めしや、幽霊幽霊ゆらゆら歌います、幽霊幽霊幽霊。次は魔女のアクロバット、スポットライトに照らされて魔女の親子が空を飛ぶ、魔法の宝器にまたがってコウモリたちを従えて、続きましてはゾンビダンサーズ。ゾンビは得意のスリラーダンス、一糸乱れぬ見事なステップ、右にざわわ左にざわわ、全て動くよムーンウォーク。打って変わってグッドムーディー、皆さんご一緒にティークタイム。一旦モメン
な男踊り出したよチークダンスごめんなしだから似合う夢のファンタジーさあここはハワイアロハフランケンシュタイン腰身のつけて踊り出したよフラダンスそれ見た吸血鬼も腰身のつけた髪にハイビスカス飾ってねさあ空を見上げてくださいカラカサお化けと一つ目小僧ロープの上を綱渡りかぼちゃに化けたタヌキとキツネセンスを仰いで生やしますフィナーレ最後はみんなでツイストだそれレッツゴーフェスの仕上げはそうみんなでツイスト振りはいらないただ腰を振るだけリズムに合わせてそうみんなでツイスト誰もが自由にただ腰を振るだけ坊ちゃん嬢ちゃんじいちゃんばあちゃんみんな集まれるお化けの広場に花が咲くお化けになってそう悩みはあるさでもツイスト踊ればこの世は天国8月になって、カセットをデータ USB にこう落とせるようなそういう機械を買いましてですねこれが大活躍しましたね、トライアの昔の、お友達テープだとか、かつて、のライブの模様ですとかそういうのが全部、音にできましたこれはとっても良かったなまあ、そんな矢先ですけれど下畑薫が亡くなってしまったんですね、その見えるラジオではその追悼番組を何週間かにわたってお送りしましたけれど、この機会がとっても役に立ちましたね、お菓子の演奏が聴けるようになりました、下畑忍んでここで一曲、かけたいと思います看斑斓
島畑薫の最後の仕事が僕の曲だったんですね。チェック体操という、これは新沢の詩で僕の曲なんですけれど、キンダーテレビという番組で使われる、ものだったんですけど、なかなか苦労、彼苦労しましてですね、なかなかできなかったんですけど、4月ぐらいに、依頼が来て、出来上がったのが8月で、これが最後の彼の仕事でした。未完成だったんですね。最後別のアレンジャーがちょっと手直ししたりしてましたけれど、まあこれが最後の曲になってしまったんですね。チェック体操、最初のベースなんかものすごくかっこいいですよ。聴いてください。腰回るかな、チェックチェック、膝回るかな、大丈夫 OK、 今日もなんとか頑張れる。毎日毎日チェックチェック、ちっちゃな健康積み重ね。毎日毎日チェックチェック、みんな一緒にチェック体操。チェックチェック、腕回るかな、チェック、腰回るかな、チェックチェック、足回るかな、大丈夫 OK、 今日も素敵な朝が来る。毎日毎日チェックチェック、ちっちゃな幸せ積み重ね。毎日毎日チェックチェック、みんな一緒にチェック体操。キラリ、大丈夫 OK、 今日も笑顔が眩しいね。毎日毎日チェックチェック、ちっちゃな喜び集めよう。毎日毎日チェックチェック、みんな一緒にチェック体操。10月あたりにですね、MGQ モダンギャグカルテットのジャズの、毎年呼ばれていた浜松が2年ぶりにこう開催されたり、広島の方で、お寺のライブ、お寺ライブがあったりですね、徐々にこうコンサートが行われるようになってる感じがいたします。11月になりまして、お宝発掘シリーズという新しい友達、これからも友達というアルバムが発売されました。新録で25曲、今まで蔵で眠っていた歌たちが起こされてですね、日の目を見ることができました。ではその中から1曲聴いてください。坂道コロコロ転がって、石ころコロコロ考えた。僕はどうしてちっぽけな石ころなんかになったのか。夜空に輝く星になり、銀河をコロコロ回りたい。ここにコツンとぶつかって、石ころコツンと気がついた。地球と僕は同じだ、地球は大きな石ころだ。僕らを背中に乗せながら、銀河をコロコロ回ってる。
ころころ転がって石ころころころ歌い出す地球と僕は同じだ地球は大きな石ころだ僕らも地球に乗りながら銀河をコロコロ回るのさ5月から始まった今月の歌ですけれど、全部で12月まで8曲ありますけれど最初の4曲、一挙に聴いてみたいと思います。5、6、7、8月の歌どうぞ。僕と一緒に行こうよタコにはそこは海の底タコのことなんでオクトパスって言うんだい？オクトというのは8っていう意味で足が8本あるからなんです。オクトはわかるけどパスっていうのは何なんだ？パス。このタコうるさいことを言うやつはいない。ここはタコには緑の天国。庭に住んでいる友達さ、さんまさんもさかなくんも住んでいる友達さ、友達さ。僕たちはタコ庭に住んでいる友達さ、リンゴもポールも住んでいる友達さ、友達さ。富士渓谷富士渓谷富士渓谷新津市あたりの踏切渡ったところで君がいきなり目の前に一時停止をしていなかったわそんなに時間は取らせない免許証見せてちょうだい彼女のしゃがれ声すっかり恋の虜さ免許証ミスター代わりに名前を聞き出した今度お茶でもしませんか富士渓谷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 彼女が非番の時に合わせて僕たち初めてのデート食事の後に家まで送ったソファーでお茶など出されて
キスをしようと稽古を抱き寄せた時、突然光が降りてきた。婦人警官、婦人警子、婦人警官、婦人警子。44年いろいろあったがなんとかここまで来たよね。髪は抜け腹も出しも当たわず、それでも僕を愛してるかい When I'm 64。君は白髪隠しに4年がない。僕は染み抜きの薬塗る。歳を取るのは仕方ないけど、なんで顔がでかくなる。体のいろんなところが調子悪い。でも風呂の掃除とゴミ出しマメにしてるよね。たまに料理の手伝い、花の水やり。今でも僕を愛してるかい When I'm 64。足腰弱って階段の上り下りも楽じゃない。でも孫たちはそりゃかわいい。おう、コウタロウ、リオ、サックン。僕のいびきがうるさい、君は耳栓。布団の距離も少しずつ離れてきたよね。でもうんと長生きしてひ孫見よう。今でも僕を愛してるかい When I'm 64。昔はこれでも尖っていたんだ。ヘドが出そうな宮廷音楽、それをオイラがぶち壊したんだ。何がシャラクセロックンロールだ。あんなのもはや音楽なんかじゃねえ。おかっぱ頭のイカレポンチさん、部屋のドアを蹴って入ってくるなり、オイラのことボッコボコにぶっ飛ばしたデタラメさん。その後ギターを弾きながらおかしな格好のアヒルのウォーク。だけどあいつら電気がなけりゃ何にもできねえ役立たず。フューズ飛んだらお手上げなのさ。なんだか知らねえ、たったの4人でヤングな女が失神しちゃう。オイラも買おうかな電気のギター。部屋のドアを蹴って入ってくるなり、オイラのことボコボコにぶっ飛ばしたデタラメさん。その後ギターを弾きながらおかしな格好のアヒルのウォーク。ぶっ飛ばされたベートーベン、ぶっ飛ばされたベートーベン。
ぶっ飛ばされたベートーベン、ぶっ飛ばされたベートーベン、ぶっ飛ばしたのはチャックとジョージ。今月の歌は5月から8月まで一気に聴いていただきましたけれど、9月から12月までは来週お届けいたしたいと思います。みんなの掲示板、新しい友達、これからも友達の発売を記念しまして LINE ライブが行われます。12月23日ですね、時間はここかな、ひねりずが出演いたします。ゲストも何人かいらっしゃいますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それから見えるラジオ90回、次で90回、を記念いたしまして公開生放送を行います。これは、12月26日90回記念の公開生放送をお送りしたいと思います。こちらもぜひご応募いただきたいと思います。先日 NHK ラジオに出演する予定だったんですけれど、国会中継が入りましてそれが飛びましてですね、来年の1月21日に延期になりました。これは言葉遊びに焦点を当ててですね、謎かけのねずっちさんと僕が呼ばれまして言葉遊びについて語るというね、ねずっちさんはね、謎かけの名人でございまして、で中川はダジャレの名人ということで呼ばれましてですね、すごくないですか、日本代表みたいな感じで、呼ばれて、それかなり長い時間、1時間半かな、2時間近く、やりますんで、これもぜひ聞いていただきたいと思います。そこではもう国会ないんじゃないかなと思うんですけどね。中川博隆ソングブック、山野さと子さんが里帰りいたしまして、東大阪に妹さんといとこが住んでおります。この3人でスリーカズンズというバンドを組んでおります。歌一曲送っていただきましたので聴いていただきたいと思います。うさぎの花のクリスマス、では行ってみよう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォと。最後は今月の歌フリスビーをしようですが、プロモーションビデオを作りましたのでぜひ見てください。そしてエンディングは佐藤友成のクリスマスソングスの中から鈴木翼くんと作った不思議なサンタクロース、これを聴きながらのお別れとしたいと思います。それではまた来週、さよなら。スビをしよう、今日はいい天気、フリスビをしよう、君と二人で、僕の愛の回転ディスク受けられるかい、僕と君、君と僕、愛のキャッチャースロー、風に負けるな、僕の想いはきっと君の心に届くよ。フリスビーをしよう、今日はいい気分、
うしよう、君と二人で。君はまだ初心者だから無理もないけど、僕がいつかきっとうまくしてみせるよ。見栄に負けるな、君の想いはきっと僕の心に届くよ。掘りも直さず二人の呼吸、これが全てさ。僕と君、君と僕、愛のキャッチアンスロー。君のリスクが僕に届かない、僕は待つよ、いついつまでも。二人の愛のフリスビーだから、ちょっと腕を振りすぎなのね。遊んだ後はおむすびしよう。二人の愛のフリスビーだから。